皆さんこんにちは、ペストでございます。横綱物語続きやっていきましょう。春場所の後半戦でございます。七条さんと五条さんなんですね、ここの亀は。で、塩小路さんは前頭と上とは当たってないね。で、九条さん、八条さんは、花井松さんとか。で、両替さんが八重の実さん。六条さんは暁さんとですね。で、ここは同門対決。花井松さんが七条さん、八条さんに勝つかどうかで、また状況は変わってきますね。北山さん負け越しかかってますね。バレーホーさん、お相手は現在4勝4敗。バレーホーさんはね、そこそこ強いんだよねストレート負けでしたね。北山さん残念ながらね、初十両は負け越し。九条さんは巻雲さん、お相手は6勝2敗。で、十条さんもね、負け越しかかってますね。陸奥錦さん4勝4敗ですね。さあ、まさかのバレーホーさんの2、ここは差し替わった粘った粘ったけど、ここもほぼストレート負け、左右逆転のデジャブみたいな感じになっちゃいましたけどね。塩小路さんはヒューマさん、お相手は5勝3敗パスします。同門対決、8連勝中の花山さん、八条さん、そして7勝1敗の花山さんですね。さあ、先手は花山さん、上手出し投げ、勝ったのは花山さん、八条さん、ここで連勝ストップ。両替さんは八重の実さん、お相手は7勝1敗さあ、まずは1手リード、しかしすぐ2つ戻されてしまった、3つ戻された。お、巻き返してくる、さすが。両替さんではちょっと厳しいか。突き落とし、両替さん、八重の実さんを撃破。7勝1敗同士の同門対決、五条さんと七条さん、軽犯対決。過去対戦は、まだ仕上がってきてからはほぼ五分ですね。最近は七条さんの方があれかな。さあ、五条さんがちょっと押され気味、桁繰りも効かない、2つ入ったけど、さあじっくり追い込んで、最後はもろ差しより七条さんの勝ち。六条さんは勝ち越しかかってます、5勝3敗大関の暁さんと。さあ、相変わらずアクティブにね、動いてきますけど、さあ追い込んだ、粘る大関。さあ、横綱がもう一回続いて追い込む、送り出し失敗、こらえた、ここもこらえた、そして突き出し、ピンチをしのぎました、横綱の勝ち。危なかったねこれで全勝消えたんか、もしかしてね。あ、翔子さん勝ってる。十両は3人とも敗れるということで、あーし、塩野美さん勝ち越してる、8勝1敗でね。翔子さんもう一息、あとは浦風さんとかもちょっと3敗目に入っちゃってるか。はい、では10日目いきましょう。あー、七条さん下とだ、小小路さんも下、小城さんは小結びの高西さんね。八条さんは鳴門奈美さんね、なかなか大関に上がれない
六条さんは浅野方さんで、花山さんが校長の塩野美さん。十条さんは八郎方さんですね。お相手は6勝3敗。北山さんは一ノ倉さん。お相手4勝5敗。九条さんは星井朝香さん。お相手は7勝2敗ですね。塩越さん勝ち越しかかってます。玉隼人さんとの一番になります。玉隼人さんは現在4勝5敗。さあ先手は玉隼人さんの押しから、塩越さん すかさず突き返して真ん中に戻しました。今度はもろ差し、けたぐりこらえた、投げもこらえた、もろ差しで追い込む、差し替わってもろ差し、塩越さん勝ち越し8勝2敗。両替さんは湊川さんとですね、お相手は2勝7敗。こちらパスします。8勝1敗同士、花山さんと塩野美さん、こちらもパスですね。で七条さんは若清水さん、お相手は2勝7敗。八条さんは校長鳴門奈美さん、お相手は現在7勝2敗。首投げ素晴らしい、八条さんの勝ち。7勝2敗同士、五条さんと小結び高西式さん。さあ五条さんもここで勝ち越しといきたいところですね。けたぐり決まりました。五条さん勝ち越し。六条さんは浅野方さん、お相手は現在7勝2敗。さあ先にまわしを取ったのは横綱。すかさず追い込んでもろ差しより、六条さんの勝ち。一敗をキープ。八重の実さんも負けてないね。さあ塩越さんめでたく勝ち越しました。十両は3人とも敗れる。10日目終了しました。9勝1敗、六条さん、八条さん、七条さん、花山さん、4人がトップタイ。それを言いかける8勝2敗が五条さん、そして、塩小路さん、他は八重の実さんと塩の実さん。両替さんは勝ち越しまであと1つ、7勝3敗。まあ三役負け越しそうなのは、誉さんだけか。今現在4勝6敗でね。十両トップ日嵐さん変わらずで、勝ち越したのは巻雲さんと星朝香さんが8勝2敗、我が部屋は十条さん、北山さん1勝9敗、九条さん負け先行4勝6敗という状態ですね。11日目参りましょう。さあこうなるとね、本当にね、前回の最後言ってたように誰が優勝するかね、全く分かんない状態ですよね。誰がどこで落とすかやね。あ、元祖よりよりよりの無限解散だ。まさか北山さんもよりよりよりとは思わんかったなねえ。神様クラスが来ねえな本当に。参りましょう。4勝6敗同士、九条さんと無限解散。北山さんは八郎方さん、お相手7勝3敗。十条さんは一ノ倉さん、お相手は5勝5敗。塩小路さんは不破の国さん、お相手5勝5敗。両替さん勝ち越しかかってます。若清水さんですね、お相手はすでに巻き越しております。2勝8敗。さあここは両替さんもきっちり抑えて勝ち越したいところですね。寄り切りました。両替さんここで勝ち越し。
花山さん、若しぐれさん、お相手はご勝敗、こちらパスします。七条さんは港川さん、お相手は2勝8敗。八条さんは小結び浅野勝さん、お相手は7勝3敗、こちらはお相手が三役なので見たいと思います。今日は押していくよりはこらえる浅野勝さん、さあ一気に寄って追い込む、そのまま押し出し、押しでいきました。八条さん1敗をキープ。五条さんは関脇高大和さん、お相手は7勝3敗。五条さんもまだ諦めてはいけない状態ですけど、向こうのアクティブさが目立つ。まだ差し替わない。さあここから突きと押しで2つ、もう1個はいかない、突き落としも来られて危ない、なんとか追い込む、突き出しました。五条さんの勝ち。五条さん2敗をキープ。六条さん7勝3敗、鳴子奈美さんとですね、地味てんのに一瞬名前が出てこない、もう年取りたくないね。さあ追い込んだ、横綱がっつり寄り切りました。一敗をキープ。さあ花山さんもね大丈夫でしたね。誉さんも勝ってるから、ああなんとか戻してこようとしてるのが見えますね。ああ翔吾さんも勝ってるね。重量は相変わらず3人とも負けということで、トップ4人は変わらずというところですね。で塩野美さんが敗れたんでね、これで一歩後退。ただ塩小路さんは2番手チームとして7人で、まあ、トップ争いという状態でしょうかね。はい、では12日目いきます。さあ七条さんはその塩野美さんと、塩小路さん下手やな、秀港さんか。で五条さんが、鳴門奈美さん、九条さんはこれで、負け越しリーチになってるのね。八条さんは高西さんと、両替さんは下ですね、若しぐれさん、六条さん高山とさんと、金目さんは下です、若清水さん。さ元祖よりよりのよりの無限解散で、お付けが荒井秀香さん、北山さんは無限解散、お相手は5勝6敗。そういうの負け先行やねんね。さあ九条さん負け越しかかってます。校長八郎方さん、お相手は8勝3敗。さあまた3人とも陥落してしまうのではというところまで来てますけど、八郎方さんがやたら桁ぐりで仕掛けてくる。今のところ3発、4発目で決まってしまった。九条さん負け越し4勝8敗ですね。十条さんは荒日高さん、お相手は6勝5敗。塩小路さんは秀港さん、お相手は1勝10敗。両替さんは若しぐれさん、お相手5勝6敗。花山さんは若清水さん、お相手は2勝9敗。七条さんは塩野美さん、お相手は8勝3敗。八条さんは、高西さん、お相手は現在7勝4敗。こちらはお相手三役なので見たいと思います。下手出し投げ、八条さんなんとここで2敗目。五条さんは鳴門奈美さん、お相手7勝4敗。どうしても鳴門奈美さんはね、9勝6敗10勝4 5敗のペースになるからね、大関に上がれないというね。さあここも敗れてしまうとまた大関が遠のきます。遠のいてしまいました。五条さんがっつり勝ちました。2敗をキープ。六条さんは高山さん、お相手は7勝4敗。さあ高山さんはちょっとアクティブなんで注意ですね、あと驚かせる特
ところがありますからね。さあしかしここは6畳さんのペース、押しに押しと突き2回と下手投げ。さあ8畳さんがちょっと一歩後退というところでしょうか。翔子さんもきっちり勝ってる、2敗をキープ。十両は3人とも敗れて九条さんも負け越しがついてしまいました。12日目終了。11勝1敗6条さん、7条さん、花嫁さんの3人になりました。で10勝2敗が5条さん、8条さん、八重の海さん、そして翔子さんで、9勝3敗が両替さんですね。9勝すらいなくなったか。ああ、誉さんは6勝6敗のタイまで戻してきましたね。まあ、ここが三役と違うところですね。あ、沖野桜さん9勝3敗だ。あれ最初頑張ってたんだ、あれやったっけ足尾のみさんと、そうそう、浦風さんね。浦風さんも勝ち越してますね。で、十両は、あらららら、日後嵐さんは、負けが混んでますね。2連敗したんかな。で、9勝3敗に下がっちゃいましたね。でその間に2番手だった牧駒さんと星朝香さんが10勝に2桁入りましたね。で我が部屋は十条さんと北山さんが仲良く1勝11敗、九条さんは4勝8敗で3人とも負け越してしまいました。では13日目いきましょう。優勝争いどうなるでしょうか。まずは七条さんと花山さん、星の取り合いからですね。五条さんは八条さんと2敗同士の一番。で、六条さんが八重の海さんか。そうですね。八重の海さんもまだ2敗だから分かんないんですよね。十条さんは安房桜さん、お相手は4勝8敗。北山さんは陣馬さんですね。ああ、陣馬さんが負け越しリーチが5勝7敗。ごめんなさい、パスですね。九条さんは八坂岳さん、お相手2勝10敗。塩浩二さんは前頭筆頭、比縁さん、お相手は2勝10敗。両替さん、暁さんとですね、お相手は8勝4敗。さあ、ここは、押さえときたいところ。さあ、両替さん追い込んだ。暁さんは一応、ね、送り出し持ってるのがね、分かったんで。六条さんの時にね、3回ぐらい失敗してたよね。全部こらえてたの。六条さんもすごいけどね。さあ、なんやかんや言って真ん中に戻したの。あ、暁さん。両替さんは追い込んでからがちょっと爪が甘かったが、ここから一気に暁さんが攻勢突き3つ。4つ目入ってしまいました。両替さん、敗れる。11勝1敗同士の同門対決。七条さんと花山地さん。叩き込み瞬殺、七条さんの勝ち。五条さんと八条さんは10勝2敗同士ですね。さあ、こちらも同門対決になりました。五条さんも、ああ、桁繰り決まりました。五条さんの勝ち。さあ、六条さん負けられなくなりました。10勝2敗の横綱、八重の海さんとの横綱同士の一番。まずは六条さんの切り返し、素晴らしい技の方向になってきました。六条さん1敗をキープ。さあ、ここで勝った六条さんと七条さんが、1敗で優勝戦線に名を上げてきましたね。さあ、残りは2日となりました。で十両の面々は相変わらず敗れると。さあ、抜け出しました。12勝1敗六条さんと七条さん、八重の海さんは10勝3敗に下がっちゃいましたね。11勝2敗は五条さんと花山さん、そして小浩二さんね、3名という状態ですね。では14日目このままいきたいと思います。七条さんは両替さんと、小浩二さんはこれ以上上と当たんないね。で五条さんが八重の海さん。さあ、ここ勝てばまだ分かりません。
8畳さんと6畳さんということは花山さんはもう一人のあれか関脇か。あー違う、お赤月さんがいた、忘れてたねえ、了解さんがかわいそうなところは今大関が詰まっとることですよねはい、九条さんは山根錦さん、お相手は3勝10敗。北山さんは安房桜さんとですね、お相手は5勝8敗。十条さんは陣馬さん、お相手は6勝7敗。なんで七条さんって言っちゃったんだろう今。塩小路さん、大日向さんですね、お相手は5勝8敗。で、花山さんが大関同士と一番、9勝4敗の赤月さんとの対決となります。さあ昨日は瞬殺されてしまいました花山さん、今日は一気に昨日の鬱憤を晴らすかのごとくついて追い込みました。しかし赤月さんも粘る、もう一度ついてチャージ、突き出し、花山さん勝ちました。なんとか2敗をキープ。七条さん12勝1敗、両替さん9勝4敗の同盟対決。さあ両替さんはここ勝てば、波乱を起こせるけど、七条さん絶好調、ケタグリー決まりました。七条さん1敗をキープ。五条さんは八重の実さん、お相手は10勝3敗。さあただ嬉しいのはね、こんだけ強かった八重の実さんとね、我が部屋の面々がな、ね、やりくりできてるところがね嬉しいですよね。さあ今年度中にね、まあ七条さんが優勝すればね横綱近いと思うんですけどね、まあとなればね八重野さんは引退しちゃうわけなんですけどね、やっぱり強いね、エネミーも必要ですからね、ゲームを面白くするためにはね、もう一人くらい出てきてくれへんかなっていうのね、希望はずっと持ってるんですけどね、ね、例えば小賀の里さんとかね、小賀の里さんとか小賀の里さんね、おお、いや、榎並さん下手投げ決めました。5条さん敗れた。さあ6条さん、8条さんとどうも対決。6条さんは敗れるわけにはいきません、七条さんが勝ってますからね。八条さんも粘る。さあ六条さん追い込んだ、もう一回八条さんが押し返す、なかなか送り出しこらえた、もろ差し寄り、六条さんピンチ回避、一敗をキープ。さあということで、まあ六条さんと七条さんのね、争いにはなりそうかなという状態ですけど、まだまだ予断は許されませんね。十両、あ九条さんなんとか勝ったねはい、14日目終了。13勝1敗で六条さんと七条さん、それを追いかけるのが花江町さんと塩越さん、12勝2敗。五条さん11勝3敗、八条さんが10勝4敗、両替さんが2桁なかなかいかない9勝5敗。三役勝ち越しはあとは、佐野方さんと誉さんが7勝7敗か、塩野美さんは2桁いきましたね。あ、浦風さんと沖野桜さんもだ。重量トップは目まぐるしく動いてましたけど、星朝香さんが一歩リードですね。このまま千秋楽に逃げ込めるでしょうか。11勝1敗が肥後嵐さんと八郎方さん、一差で追いかけるとはね。十条さん北山さんは1勝13敗、九条さんは5勝9敗という状態です。では千秋楽いきましょう。七条さんは赤月さんと、翔子さんなんと誉さんですね。誉さんに最後引導を渡せるか。六条さんは五条さんに敗れると七条さんが圧倒的に有利になります。八条さんは八重の実さんと、東方のせいね、大関でしたからね。で両替さんと花山さん同門対決。
ここは結びの一番。北山さんは2日目の1勝以来と、ね、十条さんは3日目の1勝だけになりそうか。北山さんはエマニシキさん、お相手は3勝11敗。九条さんはアンポザクラさん、お相手6勝8敗。十条さんは八坂岳さん、お相手4勝10敗。小浩二さん、三役と当たります。7勝7敗、ピンチの浅井誉さんと。さあ、寄りが2つ。追い込んだ。マシャー、小浩二さん、そのままもろ差しで寄り切り。誉さん、負け越し。両替さん、9勝5敗。花嫁さん、12勝2敗の同門対決。さあ、花山さん、残念ながら今場所もちょっと優勝には届かなかったかな。まだ分かんないけどね、2人とも分けたら。ただ七条さんは赤月さやかだいぶ有利な状態でね、迎えれそうですからね。さあ、ここは花山さんね、まあ両方とも頑張れなんですけど、忖度なしでね言ってるけど、まあパラの差でしょうね。花山さん不調でも追い込むことはできる。あ、両替さんやっぱり粘る。もう一丁。さあ、花山さん追い込んで突き出し。両替さん2桁星ならず。さあ、ここの結果も気になります。七条さん13勝1敗、9勝5敗の赤月さんと。残った。赤月さんは突き落としがあれやね。突き出し、まず七条さんが14勝1敗で終了。八条さん、横綱八重海さんとお相手は11勝3敗。なんとか10勝はクリアしましたね、八条さんも。よく頑張るわ本当に八条さんは。いや、一気に押し出しました。11勝4敗で終了。さあ、六条さん負けれなくなりましたけど、同門対決となります。結びの一番、六条さんが13勝1敗、五条さんが11勝3敗。六条さんが勝てば優勝決定戦、五条さんが勝てば、七条さん単独優勝。ケタグリ決まった、七条さんの優勝。あ、高山さん粘ったね。あ、浅野さん負けた。ということは負け越しは三役で2人やね。で、重量は3人とも敗れる。春場所終了しました。六条さん13勝2敗、五条さん12勝3敗、八条さん11勝4敗、七条さん14勝1敗、花山さん13勝2敗、両替さん9勝6敗で、翔子さん頑張りました。13勝2敗で終了。沖野桜さんも12勝3敗か、すごいな。十両は、あ、星飛鳥さん逃げ切りました。13勝2敗で、我が部屋は、十条さん北山さんが1勝14敗、九条さん5勝10敗という結果でした。優勝七条さん、技能賞鳴門奈美さん、主君関東は塩小路さんという三役、三勝でした。さあ、久々やね、何場所でいいかしらね。ただ好成績残してるから、まあ14勝1敗っていうのがね、大きいですね。初心あるか。あー、なかった。リンリンさん引退、お疲れ様でした。あれ、リンリンさんってまあいいか。さあ、昇進っていうかね、あれは、ね、ありませんでしたね。まさかの使用発動だったりしちゃったりして。まずは親方能力、4の10の5の8の10か。
ヤキローク、マクチ勝率6割9分5厘通算勝率6割7分2厘となりましたね。2横綱3大関1関脇1幕のうちは変わらず、十両は1人あーっていうことはあれやね、順位的に残った感じだね。さあ七条さんは何場所ぶり、ああ1年なかったんか。で、で38勝やから、まあ来場所次第かな、変動があるとすればね。はい、番付、これは間違いなく使用発動ですね。花山さんが張り出しとまんまなんで、で誉さんと浅野勝さんが残ってると。で塩浩二さんも7枚目のままで、十両が十条さんが出てきましたね。で誰が来た、3人増えてるはずだけど、あ、水戸新山さんはいなかったね。で、戸越、戸越嵐さんでいいのこれ。戸越って、あれかい、あの、関東の地名かい。1人辞めて、銀林さんが辞められたので3人増えてないかんはずなんだけど、まあこの2人でしょ。であと誰、鹿島富士さん、かな。ですよね、そうなるか。ほうほうほう。ね、まあ上は変わっちょらんので、まあ不思議な状態でしたね。ということでまたね、夏場所もお楽しみにしておいてください。お付き合いありがとうございました。それではさよなら。